FC 岐阜勝手に応援者投票。はい、今チャンネル登録者数が、ね、1750ちょいぐらいなんで、はい、はいはいはい確かに、はい、ここまで来たと2000人目指したいじゃないですか。はい、だけで、まあ、2000人よろしくお願いしますっていうのと、2000人いったら何かやりましょうよっていう、なんかその企画会議です今日は。ああ、そういうことですね、うん、はいはいはい。あと240何人か何人か、5、6人ってことだよね、うん、そんぐらい。ここまでちょっと頑張りたいね、本当に。2000人いったら何しますか。まあ、2000人いったら、1000人の時は、はい、岐阜でイベントやったでしょ、はいはいはい、16プラザ大ホールで、はい、まあちょっとしんないんでもうちょいコンパクトなイベントをやるっていうのも1個ありかなって、ね、あーそうですね、確かに16プラザはちょっときついところだったから、大変でしたね、大変だから。やるとしてもまたちょっともうちょい後になるよね。まあね、ちょっと、まあ、毎年やるのはちょっとあれ。何をしようか。バーコードタトゥーとか入れる何のために入れるんですか別に。いや、やりたいのでやってもいいですけど。マイナンバー識別みたいな。マイクロチップとか聞きますけどね。なんか将来的にみたいな。まあでも、現実的なのは、まあ、ね、オフ会とか。まあね。うん。オフ会。2、30入るぐらいの。ぐらいの。オフ会って何やればいいんですか。これ行ったことないんですけど、オフ会って豊広と岐阜城を登ろうみたいなまあ別に誰が来るかは誰が登りたいんだよって話になるけど、なんでって話ですからね。それは別にお城に詳しいわけでもないしただただみんながおじさんを案内していくっていう、あ、ここですよ、向こうの方が詳しいしじゃあオフ会はちょっと考えましょう、何をするか。はいはいはい、誰を連れてきてほしいかとかも含めて。あ、まあそうだね。こっちから連れて行ける人。そう。何人かいますから、こう。はい。ね、こっちが勝手に連れて、期待外れだったらね、こう言いますけど、こいつ別にみたいなね。でも多分だけど、まあ、ここ最近で言ったら、美穂ちゃんとかになるんだけど。まあまあ、おそらくね。はい。その辺でしょうね。一番手軽に連れて行けるんだったら、サブローですよ。そう。明日来てって言われたら、もうそうなります。そうなります。サブちゃんになります。俺ちょっと思ったのグッズでも作ろうかなと思ったんですよ。おお、なんか一個ね、わかりやすいのとかだったら、ラジオとかだったらステッカーとかあったりする。まあね、ステッカーはベタですよ、作りやすいし。そうだよね、うん、ステッカー作りやすいしね、なんかみんなに販売するっつってもお手頃、お手頃だし、ね、そう、持ち歩きやすいし。で今スマホケースの中に入れる人多いし、うん、ああ、まあそれは一個ありかな。で、それこそこういう T シャツとか作れたらね、一番いいんですけど。ラッツォーリにお願いして作るみたいなこと大ごとになってきましたね。大ごとになってきましたね、これ。マジで手伝ってくれるとこあるんだったらもう全任せしたいです、俺はもう。あー、そう、専門的な。そう、はい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 、ステッカーにしろ何にしろ。はい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 。まあ、岐阜の業者で、もしやりたいって、うちでなんかそういうのやってますよっていうところあったら、ご連絡くれれば。はい。ぜひお願いします。でもサッカーグッズで言ったらベタなのはやっぱタオルとかになるよね。タオル、あ、はいはい、ステッカー、うん、まあそういったシャツ、うん、あと、缶バッジキーホルダー的な。ああ。やっちゃうアクリルスタンド。トヨヒロアクリルスタンド。何種類の何種類かのトヨヒロを集めたら、コンプリートできるやつの、いる全6種と1個シークレット。1個シークレットは、もう俺じゃない誰か。誰か、うん、あ、もう野口くんじゃん。あ、やば。例えば、見てる人たちが手に入れて、うん、スタジアムとかで我々に会って、そのグッズ、普通持ちながら一緒に撮影ができるっていうアイテムがやっぱ一番いいと思う。まあ最高。それが一番いい。一番いいと思う。買いましたとか。そうそうそう。サインしてくださいとかね。そうだね。一番やりやすいの多分ステッカーだよね。これです。はい、ステッカー、その T シャツ、うん、が、まあ T シャツ、あとタオルか。ここら辺がまあ現実味があるっていう。まあ2000人のなんか記念のやつはなんかちょっとやりたいと思う。そうっすね。なんか500試合出場とかでグッズ作るじゃないですか、選手って。なんかそんな感じで。2000人記念、2000人記念、2000人記念シャツ。いいっすね。で、それでもう、サッカーの練習とかもしてもらって、広めてもらって。もう学生たちは。
ま、折れないでほしいですね。なんか恥ずかしいからって脱ぐとかやめてほしいですね。あ、もうやめてほしいですね。もうそれはもう、一回来たらもう最後まで。もうそれ来てもらいますか。来てもらいます、もうそれは。はい。じゃあ最後ちょっと呼びかけて終わりますか、2000人の。はい。あれを。現在、FC 岐阜勝手に応援チャンネル、登録者数が1750人と、なっております。うん、あと250人。ぜひですね、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。はい。2000人達成して、みんなで、何か、楽しいことをできればと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。以上、FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。